三秒四八。大会記録は2010年シカゴ大学の今井さんが記録しました23秒68となっております。それでは選手を順に紹介いたします。第2レーン久野さん、中京大中京高校愛知。第3レーン坂木原さん、三好高校愛知。第4レーン吉田さん、立命館大学愛知。第5レーン渡辺さん、駿河台大学静岡。第6レーン名倉さん、LPA 三重。第7レーン長野さん、伝送三重。第8レーン宇佐さん、志学館大学愛知。第9レーン伊藤さん、東海学園大学愛知。以上8レーン女子 200m 競走決勝のスタートです。追い風 0.7 メートルでした。4着以降ご覧ください。